するにその、まあ、その近くまで、まあ、一応設定したら、まあ、その近くまで行ったらそろそろなんかなんとかインターンの近くまで来たから全然変わるみたいな指示が出るんですけど、本当にボタンをなんか押してなんか行き先設定したらもうあとで行ったみたいな、そういう感じの感じじゃない。だからその近くもアピュレーティングの延長線上で、ただまあ来年ぐらいになって話せば解禁になれば手放しても、まあ、そうそうそうドライバーと取りながら、まあ多分あの Google なんか Google さんで割とゲートとか設定全部自動だって言うと思うんですけど、はい、あんまりそういう人に言われてないんですね。ドライバーが運転してるからで、手放しでどっかっていうのか、そういうのとか選ぶとか。逆に言うとこれだけ周りに見えてるんだから、周りに見えるのもカメラでさっきも2000年くらいの三宅さん、そう三宅さんやれないことないけど高いから無駄だからやらない、今安いんですよ。だからこの両方かけて埋めやすい。スルーカメラは高いですよ、データに。かつ雨に弱いから見ればいいのって 鉄板だけなのね、この場合は。レーダーのやつやつ基本的には要するに車でね、重さが上げるんですけど、その行こうとしているところが後ろから来ている時に鉄の塊が来てないかとか見てるだけだけだからです。例えばあれとかもう車が消えちゃってるとか道路状況がちょっと変わっちゃってて、システムがどうしようってなった時のドライバーへの伝え方みたいな、統一指針みたいなことができてきてるんですか。それ必要になると思うんですよ。なりますが、まだ国際議論ではそこまでは出てないんで、アメリカもそれが2020年の一回一応目標ってのも、そういうことも含めて方向的っていうかね、そうです、指針も含めてってことなんですよ。実際法的に今議論されてるので、まあ、あの手放ししていいかとか自動で発信していいかとか、やっぱり宮崎さんの人の立場なんて話があると思うんですけど、例えば寝ちゃいけないんだぞとか飲んでるんじゃいけないんだぞって話をちゃんとどうやって周知させようかっていうのがまず一つの議論があるから、あります。でその上で例えばちょっとシステムがもう限界無理ってなった時に自転車にどういうふうにそれを伝えるのかっていう権限も各社バラバラでは多分絶対まずいです。そこをやっぱり議論は進んでる。そうですね。それがあのよく言われるあの国交省とか SAE とか5段階でレベル1、2、3なんですけど、まあ、そこはもう無人運転がレベル5でいいんですけど、うちもそれがレベル2までで運転者主体でしかやりませんって言うんですけど、あ、そっかそっかそっか、逆に言い切っちゃうの、運転支援ですよっていう表現をずっと言って、運転支援の延長っていろいろと走りますよね、あくまでも人が動かしてたら車のアシストなんですよですよっていうのでベースライン、そこはしっかり言っとかなくてもいいですよね。はっきり言ったらそうだなと思って、それも素晴らしかったんですよ。そうですよ、ないと思う、現実的に。実際にしたらもういきなりレベル4とかレベル2で人間経験してたんだと思う。パーサル人間見てるのがないと思う。そんな手渡すなんて、そうそうそう、それができたら世話だったんですよね、10年前から。それができたらレベル4できますよ。あー、できる、専用道路経営とあるじゃん。それだね、ほんとに現実的な時期、例えばこの区間運動って可能みたいな方式が立つようになって行き方をしてくださいっていう、そう、それはあり得ないよね、高速道路だよね、電車みたいな。そんなね、あれですよ、目を見て警報したから起きるなんてやばい熟睡してたら起きないって何やろ。次の確認してください。車線変更します。ね、これ鉄板だけ見せればいいんじゃない？データ。でもなんか人工知能って言ってましたよ。人工知能って何ですか？人工知能。何のためにこれだけだったら人工知能いらないじゃん。いらない。ルールベース。そうそうそう。なんだじゃないですか。最近デープラーニングとか流行るでしょ。はいはい。ちょっと似てるなと思って。いや、だってこの間だってほら GP ダメ出ししてたでしょ。ありえねえ。ナビエンヌビディアとか。ちょっと人工知能とかでも難しいな。よかったね。違うじゃん。いや、かっこいいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。どうもありがとうございます。相変わらずまだあの、今日の話が入れない。この間ちょっと、おっしゃったようなことがだいぶ、我らのかける範囲が明確になったので、よかったなと思って、この話は、ね、このタイムでやっていただいてよかったです。だよね。今月末ぐらい
なんかそういう時なんかありましたよね。なんか電プリウス買って電池だけ売ってたから横流してたから。